はい、どうも皆さん、影太です。今回はですね、モレラトプスをテイムしていこうかなと思います。はい、でまあそれでテイムに行く前なんですけど、新しい仲間たちのトビネズミです。はい、あれから3匹捕まえましたね。それとあとユタラプトルも3匹捕まえました。はい、55デスくんと40デスくんと100デスくんですね。こういう拠点近くで湧いたユタラプトルをなんかボーラーにはめるなり、高いところから撃つなりしてテイムしましたと。まあ護衛用ですね。うん、でまあこのユタラプトルにもなんか骨になるスキンをつけて、今回はモレラトプスをね探していきたいなと思います。はい、モレラトプス俺100レベルまだ見たことないんだ。100レベル超え、拠点にいるのはこういう10レベルとかそういう感じのやつしかいないし。なんでちょっと向こう側行ってみようかな。あそこにモレラトプスいるし、こっちの方あれ来たことねえからな。できれば100レベル超えがいいんだよな。まあ最悪なんかどっかで95レベル見つけたからそいつでもいいけど、60、うーん厳しい。あーダイヤウルフだ、45。ああダイヤウルフがいじめてる。せっかくならテイムしてみようかな。ダイヤウルフってあれだよな、効くよな。ボーラ効くんだったらテイムしてみてもいいかもしれない。あミクロラプトルじゃん。めんどくせえやついんなと思ったら、始祖鳥だった。始祖鳥いるんだな。テイムしたか。始祖鳥いるんだな。そっか、あぶね。でこいつの餌は確かキチンだったんだよな。あキチン持ってきてね。ダイオドンがいるんだよな。ダイオドン無駄に HP 多くて嫌なんだよな。あ丸まっちゃった。ようダイオルフ俺を狙え。そいくたばり散らせ。ああいつまで85結構高いの。下手すぎる。おっしゃ。あお前じゃね、お前だろ多分。多分さっきのさ、多分お前のはず。あれ違うよな。はい、多分お前だった。気絶とのヘリはそこそこってところだな。多分こいつだ。よし、こいつはちょっと便利なんだよな。よいしょ。ダイヤウルフはもう少しかかるみたいだから一旦帰るか。はい、まあそれじゃあミクロラプトルの強さをお見せしましょう。はい、ユタラプトルはこのように掴んで
まあわーはーいって万歳しながらわーいって言って走ってジャンプすると、はい、この滑空力、このようにね地面につきにくいという、そういう感じですね。だから高いところから降りようとしたら、まあ、こいつはあることでなんかパラシュートみたいになるとって感じですね。はい、ただ難点はこいつ全然下ろしてくれないんだよな。あ、俺が投げれば下ろしてくれるのか。そういえば最初で説明し忘れてたんですが、はい、作業台を作りました。作業台、この作業台を作ることでこの中でしか作れないアイテムが作れます。で、金属のピッケルと金属の斧、そしてクロスボウを作りました。金属の斧とピッケルは石の斧とピッケルより採取量が高くて、クロスボウも弓よりもあれ傷土が溜まるのが早くなる、まあ、上位互換ですねを作りました。以上です。もうダイヤウルフ終わってる。ダイヤレベル85レベルをテイム成功。もうすげえシルバーだ、白い綺麗な毛並みしてんな。おお、スタミナもこっちの方が高いで、速度もまあまああって、ジャンプ力もそこそこある。おー、ちょっとユタラプトルには悪いけど、ダイアルフでちょっと捜索しよう。よし、来たの。はい、来たのですね。なんかちょっとあれなんだ、見つけたの俺が拠点を作る前ですね。わらの家を作る前の時、その時にちょっと移動したらなんか空から降ってきやがってって感じのやつですね。はい、また俺はティタノと生活することになってしまった。序盤にティタノとまた生活しないといけない。で、あとこのクレートからなんかボス戦いけるんだよな。新しい仕様か。そういえばこの世界でティタノってどうやってテイムするんだ。この世界ケッタルいないでしょ。ケッタルいないのにどうやってテイムするんだって話。まあ倍率上げに上げて一発だけで、はい、この弾一発当てたら手あれ気絶できるような設定にすれば全然あるけど、高いところから大砲をぶち当ててっていう作戦ならできるけど、それ以外だとちょっときつくねえかな。なんだこれ、油田。掘ればいいのか。あれ掘れない。なんだ油田って。あ、サーベルタイガー、しかも2体。いや、まあ別にいいんだけどさ、相手になっても。あ、ペゴマスタックスもいる。痛い、駆け抜けろ。あ、めっちゃ飛んだ。しつこい野郎だな。140、テイムしたかった。もうテイムしたかったな。140。お前は会うところが悪いな。ここビーコンか。ビーコンってかオベリスクか。
なんでオベリスクにユタラプトルいるんだよ。え、もう一回カプロスクスもいいんだけど。おめ、どこが安全なんだよ。このオベリスク危険すぎるだろ、カプロスクスいるとか。145。なんてことをするんだ。死ねかす。よし、眠らせたぜ。全然モレラトプソン倒したな。おい、パラケラテリウムに当たらなくてよかった。ミクロラプトル使い道あるっけ。まあ使い道なさそうだけど、なんとなく気絶させたからテイムしよう。上からパラケラが降ってきた。130。マジ130と145が集まっただ。おめえか。殺せ。いって。ミクロラプトルとはいえ、バカになんねえな、攻撃力。よいしょ。どこまでいるんだ。頑張れ、ダイアウルフ。助けて。くそ。ああ。よいしょ。あったあった。ひどい目にあった。水くれ。はい、ありがとう。あなたは神だ。お、リマントリア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 。何レベ？お前も捕まえたい。むしろお前を捕まえないと空の旅が始まらないんだ。まあレベルだけ見せてくんねえか。頼む。今回はテイムしないから、お前のレベルだけを見せてほしい。140。マジか。140か。いや、まあでも普通にありがてえわ。こいつって確かボーラ効くから、麻酔矢をぶち当てていけばいけるはず。ここにリマントリア140がいる。ありがてえ、普通に即戦力だ。レベル90。俺らトプス、お前に決めた。95はレベル、あれ場所がちょっと遠いから、今回は拠点が近くて、まあ高いところがある。ここでテイムいたしましょう。ちょうどいいで来てくれたし、71発もあれば取れるはずだ。よし、何やってんのか。いや、こいつなんか逃げてくるんだけど、なんでお前反撃された時はあんなに勇敢と立ち向かってただろうがよ。何今の一瞬ネタモーション何。あ、やめてください。お前は
お呼びじゃないんだよ。なんで俺がお前と追いかけっこせにあかんのだ。それで。なんだい。よし。よし。俺らトップスレベル90。テイム完了。よし、サドル持ってくればよかったな。でこのモレラトプスの特性は、もう今水分750で出てるんですけど、ちょっとこいつをね水辺に連れていきます。意外と速さはあるな。あっ、死ぬ。くそ、よそ見した結果か。おお、飲んでますね。もうすげえちゃんとこういう飲むモーションあるんだ。いいぞ、担当だめ。この子はこのようになんか水分を貯めることができるみたいですね。まあ生きる水筒ってところですかね。でまあこいつを水から上がらせて、多分水分値は減ることはないと思うから、どうやって水くれんの。あれ、サドルがないとダメな感じかな。ちょっとサドル作ってきます。はい、作ってきた。これで騎乗。どうやるんだ。長押しでオプション、あ、これか。インベントリ内の水をタンクに移す。インベントリ内の容器に水を満たす。水を飲む。一旦水を飲むか。おお、まあ今俺6しかな、水分値減ってなかったから6減ったのか。これ便利だな。もうすぐ水分なくなるからな、暑いと。まず序盤としては普通に便利でしょ。で容器に水を落としまったし、一旦空にしてみるか。空にして水を飲む。ああ、これじゃね。インベントリ内の容器に水を満たす。インベントリ内の容器か。あ、じゃああれだ、こいつの中に皮袋入れて、おっ、おすげえ入った。おお、やるね。移動速度はまあまあ速いと。HP は1900で重量598。というわけでこいつの強さ、よいしょ、102。やるな。ちょっと攻撃力あるな。あ、お前あれあれ取れる系か。ベリー。おお、この攻撃もできる。マンモスみたいな小回りが効かない。よいしょよいしょ。痛い。くそ、強い。よいしょ。え、お、ガバガバじゃね。今のこれ周辺の敵に判定ないのか。くそ、なんだこの不毛な争いは。よいしょ。なんで、くそ、前しかいけないのか。おいしょ、強い。やるな。さすがアンキロってところだな。はい、もう性能はこんな感じでした。俺が操作するより強いな。頑張れ。俺もブーメランでサポートする。ブーメラン、アンキロ、アンキロがすごいことに。
ボッチャめっちゃバウンドするやん。はい、って感じでした。はい、というわけで今回はモレラトプスをね、無事テイムすることができました。で、おまけでダイヤウルフとシソチョウとミクロラプトルもテイムしましたと。いやー、ダイヤウルフは思わぬ収穫ですね。で、普通に強いから今後移動手段はこいつかな。若干ユタラプトルよりも、まあ、重量持てるし攻撃力も高いとって感じですね。で、モレラトプスは、まあ、生きた水筒としてね役立ってくれます。750ってことはノート乾いても7回はいけるって感じか。いや、便利ですね。で、重量もそこそこ持てるんで重宝しますね。うん、いや、よかったよかった。まあ次回もね、また別な恐竜をテーマしていこうと思います。はい、というわけで今回はここまでとします。というわけでご視聴ありがとうございました。さようなら。